アンキロー、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 アンキロー。尻尾の先についた塊がかっこいいアンキロサウルスを作ります。まず折り紙を裏返し三角に折ります。しっかり折り筋をつけ広げます。90度回しまた三角に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の端を中央に折ります。さらに中央に折ります。この時に折り筋より1ミリ手前で結構です。さらにさらに中央に折ります。しっかり折り筋をつけてください。折りやすいように向きを変え、こちらの角も中央に折ります。さらに中央に折ります。少し手前でも結構です。白い筋が見えるぐらいでも結構です。そしてさらにさらに中央に折ります。このような細長い形を作ります。ここまで折ったら全体を広げます。この内側にある白い三角を引っ張ると広げやすいです。全体を90度回し、同じように折っていきます。まず手前の角を中央に折ります。さらに中央。より少し1ミリぐらい手前ぐらいに折ります。しっかり折り筋をつけます。さらにさらに中央に折ります。折りやすいように向きを変えます。こちらの角も中央に折ります。さらに中央の少し手前ぐらい、1ミリぐらい開ける感じで折ります。そして中央に最後折ります。この時はぴったりと折ります。ここまで折ったら全体を広げます。先ほどと同じように中にある小さい三角をつまんで前後に引っ張ります。続いて中央から1、2、2つ手前、2つ手前をこのようにつまみ、中に
おります。奥も1、2、2つ向こう側の部分をつまみ中に折ります。このような形を作ります。そしてこの角を中央に、ちょっとめくれてしまうのでこのように折って平らにします。向こう側の角も中央に折ります。このように折ります。この左、この白い四角のひし形の真ん中で中に折ります。そして一列中のところでまた左に折り返します。右側、この真ん中から一つ右側、ここでこのように折ります。そうするとこことここがちょうど重なります。ぴったんこ重なります。そして端から一列、一つ手前、一つ中でこのように折り返します。このような形を作ります。この部分の三角、三角を中にこのように押し込みながら、この部分折ります。中に押し込んで、このように折ります。奥のこの三角も押し込んで折ります。一旦ひっくり返すとこのようになっています。続いてこの部分、このようにつまみます。つまんでここを斜めに折ります。この部分が三角形になる感じで折ります。そして閉じていきます。この長い部分、前後に倒しながらこのように折ります。ひっくり返すとこのような形になっています。手前のこの一列持ち上げながら、この三角を中に折ります。左側もこの三角をこのように中に折ります。そしてこの部分、
内側にも折ってしっかりと形を作ります。このような、これが足になります。奥のこの一列も一旦持ち上げ90度曲げて、この三角を中に折ります。こちらの三角もこのようにへこませます。そしてこの部分、内側にもこのように折って再び外側を向けます。これが足になります。続いてこの部分、このようにめくります。45度めくります。こちらも45度めくります。そしてこの棒、尻尾になるんですが、これをぐっと下に曲げます。下に持っていきます。裏から見るとこのようになっています。そしてそのままこのようにしっかりと曲げ、この部分しっかりと折ってから戻します。こうして尻尾を伸ばします。こちらの部分側を向けて、この尻尾の先指を入れひし形に潰します。そしてこのように広げます。このような形を作ります。ここ顔です。顔はここで一旦このように折り、一列開けて折り返します。顔が持ち上がりすぎなので、このようにいい感じにずらします。形を整えて、これでアンキロサウルスの完成です。ぜひ作ってみてください。